鈴木先輩、好きっす。自分と付き合ってください。すまん、まずお前は誰だ。鈴木先輩の後輩っすよ、他校の。はあ、どこかで会ったか。いえ、でも自分はずっと陰ながら鈴木先輩を見てきました。俺が知ってるわけねえだろ。すまんが、よくわからんやつとは付き合えねえ。だったら知り合えばワンチャンあるんすか。あ、悪い、多分それもねえ。そっすか、ならせめて。私の名前はひさめ、高校3年生。今日から新しい学校に転校する予定だけど。やばい、ゆっくり準備してたらこんな時間。転校初日から遅刻しちゃう。朝ごはんは動く動く。あ、ちっ、危ねえな。ああ、私のハンバーグが。そういうのは普通食パンだろ。ハンバーグ、ハンバーグ。なんだこいつ。まあ、走りながら食べてた私が悪いんだけどさ。でも買ったばっかりだったのに。知るか、遅刻すんぞ。うわ、確かに学校。あれ、いなくなっちゃった。謝ろうと思ったのに。こんにちは、今日からクラスメイトになるひさめです。好きなことは食べることです。よろしくお願いします。じゃあ席は鈴木の隣だ。うわ、今朝の。あ、ハンバーグ女。ハンバーグ女じゃないよ、今ひさめって自己紹介したでしょ。でも朝はごめんね。まあ俺も悪かった。いやいや、私が走ってたのが悪いんだって。それでハンバーグはどうしたんだ。うん、残念だけど地面に当たった麺は捨てちゃった。逆にそれ以外は食べたのかよ。ひさめちゃん、一緒にご飯食べよう。いいの、やった。私はのりこ、こっちはみきだ。イエーイ、よろしく。よろしくね。にしても鈴木くんの隣の席なんてラッキーだね。そうなの？なんで？鈴木くんはこの学校のイケメン三重師だもん。イケメン三重師？この学校で一番モテる三人、鈴木くんと佐藤くんとシディくんのことだよ。本当に女子に人気だよな。その上喧嘩も強いって噂もあるし。ミキはシディくん狙い。へえ、確かに鈴木くんかっこいいよね。スマートな感じが人気だな。いいなあ、隣にイケメンがいて。ミキの隣なんて話しかけても全然反応薄いんだよ、ひどくない。鈴木くんもあんまり反応ないよ。イケメンの無反応はクールになるの。ミキの隣誰だっけ。ね、ちいかまくんみたいな感じの子。そんなやついたか。鈴木先輩のこと狙ってるんすか。え、あなたは覚えてないんすか。同じクラスなのに。え、同じクラス。なんで同級生なのに敬語なの。ああ、もうそういうとこはいいんすよ。とにかく鈴木先輩とくっつくのは私です。あ、鈴木くんのこと好きなんだ。応援するよ。そんな譲られたみたいなのはダメなんすよ。とにかく鈴木先輩をかけて勝負っす。そんなものみたいに。来月にある体育祭で勝負っす。体育祭？うちの体育祭は最後に男女ペアでダンスをやるっす。そこでペアになった男女はカップルになるってジンクスがあるっす。へえ、それって全員参加なの？はい。じゃあカップルだらけになっちゃわない？この学校。ああ、だから細かいことはいいっす。体育祭でどっちが鈴木先輩のペアになるか勝負っす。絶対負けないっすからね。来月には体育祭があります。うちの体育祭では最後にクラス内で男女ペアのダンスをするので、ペアを決めといてください。ひさめちゃんが転校してきた今、うちのクラスは奇数、一人男子が余る。最悪だ。一人残ったら学校中の笑いもんだよ。ダンスのペア見つからないまま体育祭当日になっちゃったな。どうしよう。ひさめ、一人なのかよ。鈴木くん、ダンスとかくだらねえけどやんなきゃダメらしいからな。よかったらどうだ。見て見て、あの子一人。クラスが奇数だからね。かわいそう、先生と踊るんじゃない。それやばい、動画撮っちゃうかも。やめなよ。鈴木くん。なんだ。鈴木くんはイケメン三重師なんだよね。勝手に周りが言ってるだけだ。鈴木くんは一人でも笑われないでしょ。は？だからごめん、誘ってくれてありがとう。嬉しかったよ。ひさめ。
ねえねえ、うわ、なんだよ、チートラくんだよね。違いますけど、影千代だよ。あー、そっか、ごめんごめん影千代くん。何の用だよ、俺を笑いに来たのかよ。なんで一人なのかなって思って。人気ないからに決まってんだろ、バカにしてんのか。本当に影千代くん誰にも声かけてなさそうだったけど。女子が苦手で声かけるのが怖かったんだよ。本当は自分が一人になることで他の人が一人にならないようにしたんじゃないの。は？なわけねえだろ。そうかな。お前が俺の何を知ってんだ。何にも知らない。だからこれから知りたいって思ったんだ。出始めに私と踊ってくれませんか、影千代くん。ああ、ここは？今のは私の幻覚攻撃だ。だがもういい。直接命を奪うことにした。あれ？体が動かない。なんで？幻覚攻撃の影響？鈴木くん！助けてくれてありがとう。鈴木くん？あれ？不機嫌？なんで？おい、これはどういうつもりだ？あれ？なんか女の子に変わってる？バレちゃいましたか。今すぐ元に戻せ。はい。なんだ？あれ？これこれや？なんで俺ら寝てんだ？そういえば依頼人が来てて。すみませんっす。この集団幻覚を見せれる芳香剤を買ってつい試したくなったので、カレコレ屋さんに。俺たちを実験動物扱いすんじゃねえ。でも学生生活は楽しかったぞ。イケメン三重士になれたしな。お前らはいいけど俺は悲惨だったんだぞ。影がいつも一人なのは現実でも同じだから、そんなに怒んないで。貴様、そのフォロー一番傷つく。その芳香剤ただ試したかったわけじゃねえだろ、本当の理由を話せ。鈴木先輩には幸せになってほしかったんす。お前が俺の幸せを決めんなよ。でも鈴木先輩はさ。それはお前の勘違いだ、二度と言うな。はい。もう俺は誰かに与えられたもんはこりごりなんだよ。え？この能力も体もここまでのほとんどの人生経験も勝手に与えられたもんだ。だからこれからの人生は自分で勝ち取るって決めてんだよ。鈴木先輩。ああ、やっぱり好きっす。付き合ってください。ふざけんな。そういえばその芳香剤はどうしたんだ。ああ、最近友達が意中の調香師を紹介してくれたんすよ。調香師か。なんか気になります？いや別に。いつでも紹介しますよ。あ、そうだ、幻覚の中でなら付き合ってくれるんですか。ふざけんな。